員は安全業務を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。キャビンアテンダントを混雑しやすい37.5度以上の発熱がある場合や咳などで体調が思わしくないときは航空機のご利用をお控えいただきますようお願いいたします。空港へお越しの際のお連れ様は必要最小限でお願いいたします。空港並びに機内では必ずマスクのご着用をお願いいたします。マスクの着用により発生する飛沫を大幅に抑えられます。消毒液などをご利用いただき、手指の消毒の徹底をお願いいたします。オンラインチェックインや自動チェックイン機、自動手荷物預け機をご活用ください。機内での混雑を避け、スムーズにご搭乗をいただくために、持ち込み手荷物は1個までとしてください。列にお並びの際は、お客様同士の間隔の確保にご協力をお願いいたします。混雑緩和のため持ち込み手荷物はお客様ご自身で収納してください。機内での会話や移動は必要最低限にお願いいたします。化粧室ではトイレの蓋を閉めてから流してください。ご利用後は手洗いを徹底してください。機内の環境についてご説明させていただきます。客室内の空気は上空のきれいな空気で換気され、約3分で全ての空気が入れ替わります。また機内で循環する空気は病院の手術室にも使用されている高性能のフィルターでろ過され、清潔に保たれています。さらに空気は常に天井から供給され、床下に流れて滞留することはありません。客室内は常に衛生的で清潔な環境が保たれています。航空機は安全安心な乗り物ですが、より安心してご利用いただくために感染拡大防止に向けて皆様のご協力をお願いいたします。お願いいたします。比例の関係で揺れております。シートベルトをお締めでしょうか。もう一度
ため、機長の指示で客室乗務員も着席しております。これからお伝えいたしますことをお客様ご自身でお確かめください。シートベルトはねじれ、緩みのないようしっかりお締めください。お使いになった座席のリクライニングとテーブル、プレミアムクラスのお客様は、ヘッドレスト、ネックレストなどを窓の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下にお入れください。小さなお子様をお連れのお客様は、お子様をしっかりお抱きください。乗車のご使用はお控えください。揺れましても飛行の安全には影響ありませんのでご安心ください。皆様、羽田空港に着陸いたしました。今日は飛行時間が短い中、揺れが続いたため、一部のお客様にサービスが一度高まったことをお詫びいたします。防止の観点から、前のお客様と席